マーク15インチ25後継砲は1920年代から1930年代にかけてアメリカ海軍の巡洋艦、戦艦、航空母艦に搭載された標準的な対空砲である。5インチ25後継砲は手動戦開放式ながら重対空砲としては軽快に動作させることができた。この砲は第二次世界大戦前の戦艦や航空母艦の 標準装備となった5インチ療養法に置き換えられていったが5インチ25後継対空砲と5インチ療養法は方針長を除けばよく似ていたこの法は名前の通り直径5インチの砲弾をその直径の25倍の長さを持つ方針から発射するこの後継法に関しては後継の項目を参照のこと 戦艦ニューメキシコ艦上にて射撃を行う5インチ25後継砲。1944年6月15日裁パン。攻略戦後の砲の本体重量はおよそ2トンで、24キログラムの弾頭と4.4キログラムの無塩火薬を充填した薬莢を組み合わせた固定薬莢式砲弾を初速秒速640メートルで打ち出す。最大射光は、 行角85度で8400メートル、方針名数は4260発であった。短い方針を持つ5インチ25後継砲は、手動であっても素早く旋回させることができ、目標を捉えることができた。この手動制御の単方針砲は、軽量さと工業角でも迅速な射撃ができる自動装填装置を持つこともあって、アメリカ海軍の初期標準的艦載対空砲となった。 5インチ25口径砲は、より長い有効射程と、より高い最大射高、そして、初速工場による対艦攻撃力増加を求められ、1930年代中頃の、新造艦では、順次5インチ療養砲に置き換えられていった。第二次世界大戦前に建造され、真珠湾攻撃の際に沈没した戦艦は、サルベージされて近代化改修を受けたが、 その際に取り外された5インチ25後継法の方針にはクロームメッキが施されていた。これらの取り外された砲は1943年頃太平洋戦域で活動する潜水艦に搭載された。従来潜水艦が搭載していた3インチ砲や4インチ砲は威力不足で日本の小型艦船や通船に対応できないとする主張があったためである。 この5インチ25口径砲は、マーク17砲画からマーク40型潜水艦用砲画に移設された。分離式薬莢を用い、最大行角40度で13,300メートルの射程を有した。このマーク17型砲は、原型となった25口径砲と異なり自動、装填装置は省かれ、不行角、旋回、装填の各操作を手動で行わねばならなかった。 ありがとうございます。